皆さんこんにちは。本日のマッチはウィーユナイテッド対横浜 F マリノス埼玉スタジアム2002によりお届けしてまいります。解説は七海さん、実況ジョンカビラでお届けしてまいります。七海さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。さあ前半見ていきましょう。ウィーユナイテッド対横浜 F マリノス、どのようなリズムを刻むゲームになるのか見てまいりましょう。前線へ出す。ゲーム序盤、両チームともにシュートで終わるシーンはまだありません。裏を狙う、シュート、ゴール、マリノス。 F マリノス先制、1対0。ここでフリーで打たせてはいけません。ウィーユナイテッドとしては押せなければいけない場面でしたけど、少し遅れてしまいましたね。その結果フリーでシュートを打たれてしまいましたからね。今シーズン初ゴール。さあ F マリノス早くも1点をものにしています。この時間帯でゲームが動いたということは、こうお互いがね、大量得点、点の取り合いというゲーム展開が予想されますよね。楽しみですね。そうですね。タラソプ、大きく縦へ、このパス越えるか、キック対象。肩を走らせる、クリア。前半31分です。 F マリノス1点を先行しています。セッティーボ、さあカウンタースピードを上げたいところ。流れを止めます。これはスローインとなります。ソン軍がこの試合得点を挙げています。もう40分です。アムラレジャ、ドラード、アルフテル、ドラード、まだありますよ。ここで笛、前半が終わりました。前半から得点が動いています。 F マリノス、まずは1点先制して折り返す前半となりました。まあ、当然後半も追加点を狙ってくるでしょうけどね。そうですね、相手も早いうちに取り返したいでしょうから、立ち上がりから激しい展開になるかもしれませんね。はい、この後も全く展開が予想できないままセカンドハーフに突入していきます。F マリノス1対0とリードして折り返します。ではセカンドハーフ見ていきましょう。もう一つ前に行きたい。長いボール裏へ落とす。裏に味方を走らせる、シュート、ゴール。さあさらに点差が開いています。いや、今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。まあファーストコントロール、トラップからシュートまでの流れ、ゴールのイメージ、はい、この辺がイメージ通りということでしょうね。そうですね。これがシーズン6ゴール目になりました。さあ F マリノス、さらに1点を追加し2対0としています。もう1点取るとさらに楽になりますよね。そうですね、自分たちが主導権を握りながらゲーム運びができると思います。なるほど。いい形で出てきました。
ましたね。シュート、守備陣ゴール前の突破を許してしまいました。相手をかわしてからのシュートでしたね。非常にいい形だったと思いますよ。スルーパス、さあボールが抜ける。いや抜けてきましたね。ここまでご覧になっていかがですか、七海さん。 F マリノスとしては攻めるのか守るのか、チームとしてのゲームプランをはっきりしておいた方がいいですよね。これは通しません。F マリノス現在2点差をつけ、いいリズムでゲームを進めています。後半34分です。 We United 起点となるアクションが欲しい。タラソコフ、40分になろうとしています。あと5分、裏のスペースに置きに行く。オフサイドかと思いましたけど笛ありませんね。クリア、ここは通しません。アディショナルタイムは3分という表示です。中村、さあ中村スペース出ましたね。笛です。2対0、F マリノス勝利です。貴重な勝ち点3を得ました。七海さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。 F マリノスとしては試合への入り方が非常に良かったですよね。常にリードしてゲームを進められたことがこの結果にもつながったように思います。